はい、皆様こんばんは。本日は、2021年9月の、13日です。実はね、今日9月の13日はあの毛深き灼熱の吐息を吐く、秘書ナビーちゃんのですね、お誕生日なんですよ。今日実はナビーちゃんのお誕生日でね、はい、今月で約1年、1歳と、なりました。まあ来た時には手のひらにも乗ってね、非常に可愛かったんですけど、今じゃもうね、はい、破壊王です。何でも噛みます。はい、何でも噛みます。もう手当たり次第に噛むわ、噛むわ。もうちょっとしたな、口の中に入るもんだったら何でも噛むということでございまして、はい、カバンも噛みますよ。携帯電話も噛みます。靴も噛みます。はい、とにかく、口に入るのは何でも噛むというね、おてんばぶりを発揮しておりまして、まあ、家の中走り回るともう本当にね、何も噛むがめちゃくちゃになるという感じでございまして、まあ、そこがね、猫とはもう全く違います。そうです、ツッチーさん。破壊王なんですよ、破壊王。ね。もうちょっと目を離すと、例えばトイレットロールなんかはもう、花吹雪みたいになりますからね。なんで犬っていうのはトイレットロール大好きなんですかね。とにかく、加えてはちぎり、ちぎっては加え、もう本当にめちゃくちゃ。最近ではね、ゲージの中に入れているトイレ。そのトイレにペットシーツを入れているんですけど、そのペットシーツのね、端っこが少しでも、はみ出ていたら、それを加えて、ね、引きずり出して、バラバラにするというね、はい、もう悪行に、はい、至りまして、まあ私に怒られているんですけど、全然これも改まらないということでございます。まあできるだけ外に出してね、バテバテになるぐらい遊ばしているんですが、それでも足りないのかな、なんて思います。ただね、最近この音がするボールとかおもちゃ、特に音がするやつです。中に空気が入っていて、縮めるとピーポーって鳴くやつがありますよね。ボールなんかで子供たちが遊んでるので、音がするボールがあるんですけども、それが大好きでですね、もうこれを、買ってきて渡すと、もう一日中、前足で踏んだり離したりして、ピーピー泣かして喜んでるということでございます。さて、昨日、私、七面鳥のね、おもちゃ買ってきたんですよ、七面鳥。この七面鳥のおもちゃは、胴体のところギュッとやると、わーって泣くじゃないですか。はい。七面鳥の黄色い、おもちゃですね。はい。その、まあ、チキンか、七面鳥かちょっとわかんないんですけど、まあ、チキンかな。潰したら泣くやつがあります。よくアメリカの、ね、子供たちが遊んでるやつなんですけど、あれを最初見せたら、そうですね、びっくりチキンですね。最初ビビって近づかなかったんですよね。ところが、前足を掴んで、お腹を押すと鳴ることを教えたら、もう喜んで、そっちゅう鳴らしてるんですよ。で、しばらく目を離したら、頭がなくなってましたね。もう本当に、とんでもない、やからでございます。さて、今夜の、ボギーチャンネルは、まあ、衆議院選挙は近づく沖縄でまたゾロ変な動きが出てきたということでございまして、まあ、それについてね、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。まあ、これは何かと言いますと、県内の某、ホテルで行われた、記者会見。はい、記者会見の様子なんですが、まあ、マスコミの方々がたくさんこうしてね、取材に来ております。テレビ局も来ているわ。新聞社だけじゃなくて雑誌社とかいろんなところが来ているんですけど、全然ね、速報なんか出ていないです。なぜか。はい。保守系の方々の記者会見だったから、ね、速報とかそういったのは出さないですよ。ね、テレビではちょこっと流していましたけど、これは何かと言いますと、来年にね、迫っ
った、まあ、沖縄県知事選挙。まあ、それに勝利するために、沖縄県内の保守の合同を目指す会というのがありまして、まあ、この会の名前がすごい長ったらしいんですよ。私見てちょっとね、と思ったんですけど、この会の名前がですね、ちょっと今調べてみましょうね。あまりにも長すぎてちょっと書いていないんですけど、はい。確かこれが、はい、今ちょっと出してみましょうね。保守系市長 OB 並びに議員 OB による県政奪還を実現し、沖縄の確かな未来を作る会設立総会ということでございまして、いわゆるね、この沖縄の保守をね、一つにすることで、この沖縄県政を奪還していこうという、そういった会の設立総会があったということでございまして、まあ、それに、いろんな方々がね、まあ、今回参加をしているということで、まあ、参加したメンツを見ると、元、国会議員とか、ね、元、市長さんとか、ね、そういった方々が、参加をしておりました。顔ぶれもね、自民党の方々だけじゃなくて、元維新の国会議員の方とか、そういった方々も参加していて、来年の、はい、この、玉城デニー県政の終焉を目指す会だなというふうに、私は思ったんですが、ただ参加してるメンツを見ると、ちょっとまた別な、ものが見えてきたような気がするんですよね。まあ、なぜかと言いますと、この参加している方々を見ると、いわゆる、維新を除名になった、下地幹雄さん。はい。下地幹雄代議士を、自民党に復党させる方々が、勢揃いしているわけなんですよ。ですから、私、これ、本当に、県政奪還を目指すね、いわゆる保守の一本化のための会なのかなっていうところにちょっと疑念をね、持たざるを、得ないわけなんですよね。はい。私もセイラさんと一緒です。名前が長すぎます。県政奪還を目指す会だけでいいんじゃないかと。ただメンツはね、注射が書いてるように、まあ、オレンジさんの復党を目指す会のメンバーが勢揃いしてるということでございまして、まあ、私はこれね、こういった県政奪還につながる会を早々とね、立ち上げることによって、やはりこの自民党に対して、いわゆる県政をするための会ではないのかなというふうに見ております。まあ、確かにこの、集まってるメンバー、現職の自民党の代議士さんとか、議員さんたち全然参加していないんですよ。はい。あ、すごいですね、セイラさん。県政会。ナイスです。座布団5枚。はい。つまり、現職のね、自民党の議員さんとか、ね、国会議員なんか全然参加してなくて、OB の方々が、集まっていると。まあ中も、自民党だけじゃなくて維新とかね、そういった人たちいるんですが、特に、元維新の国会議員だった義間光雄さん、この方すごい素晴らしい政治家ですけど、この方と下地幹雄さんはもう本当に兄弟の杯を交わしたような仲なんですよね。まあ、それ見たときに、これはもしかして、自民党に対する牽制をする会、牽制会だなというふうに私は思ってしまったんですよ。まあ、下地幹雄さんというと皆さんご存知の通り、この方ですね。はい。例の IR 疑惑でお金を受け取ったことをね、まあ認めたと。まあ取っちゃったわけですから100万円なんですけどね。でも本人はその取ったことすら、全然覚えてなかったということで、まあ秘書が勝手に取ったということでね、それはもうお返しをしたと。しかし取ったことは潔く認めたんですが、所属していた、維新の会、こういった汚職に非常に厳しいですよね。はい、本人が知らなくてももう取ってしまったということを認めたということでね、下地幹雄さん、維新から除名処分を
受けてしまったんですよ。で、この方の選挙区、この沖縄一区っていうのは、この下地幹雄さん、そして自民党の国場幸之助さん、そしてもう一人、ね、共産党の赤嶺政権さんの三つどもえの戦いになりました。はい。4年前の衆議院選挙ね。ところが、この下地さんと、国場幸之助さんの得票を足すと、赤嶺政権さんの得票をはるかに上回るのに、分裂してしまったおかげで、この共産党の赤嶺政権さんが、漁夫の利を得るという形になってしまったと。結果的に全国で唯一選挙区の議席をね、むざむざとこの共産党に与えてしまったのがこの沖縄一区で、まあ、保守分裂の弊害がもろに出た、選挙区だったんですが、その後下地幹雄さん、はい、途中で IR 疑惑で維新を除名になって無所属になりました。で、維新の方からはこの方、選挙区で勝てなくて維新のいわゆる比例でね復活当選したんですよ。で、維新からしてみたら党の議席で、バッジをつけてるんだから党から外れるんであればバッジを返しなさいっていうことで下地幹雄さんに申し入れをしたんですが、下地さんは、後援会の方々と話をして決めますっていうことで即答はせず、結果的に、バッジは返しませんということになって、で、まあ、維新の関係者激怒をさしてしまったんですよね。まあ、ただ今の、はい、法律では、この比例復活でね、当選しても、その党を離党しても議席を返せという、そういった、規約がないもんですから、もうそのまま議員を、続けているということでございまして、はい、それは総者さんが、下地さん優秀な人なのに残念。私も実際、そう思います。この方のアグレッシブな姿勢っていうのはね、私、本当に政治の中で非常に、大切な部分だと思っていますし、非常に困難なことをね、中央突破するときに、まさにね、イノシシのように突っ走ってくれるパワフルさはピカイチだと思います。ね、全然上品じゃない。悪く言えば昔の政治家タイプ。はい、突撃というような感じの方でね、私そういったところは非常に買っていて、決して嫌いな方ではありません。HK 仮面さんに至っては、すごいリスペクトしてるぐらいですからね。はい。しかしこの下地幹雄さん、除名されて今一匹狼になってしまったんですよね。まあ、前回の選挙では、この選挙区で落選をしても、はい、大阪のね、この維新、はい。維新の会の方に所属して、比例名簿に名前が載っていたんでね、復活当選。はい。復活当選してるわけですよ。はい。しかし今回は無所属ですから、復活当選はもうないということでございまして、彼もね、このバッジの重みっていうのをよく知ってる方ですから、まあ、何が何でもやはり、国会議員を続けたいという、そういった思いがあるんだと思います。で、これはね、私ある筋から、この、下地幹雄さんが、自民党の、はい、自民党本部の、ね、一階じゃなくて、階段登ったところにいる方にね、会いに行ったというね、そういった、情報を得ております。はい。階段登ったところにいる方ですね。誰とは言いませんけど、まあ、そこで何を言われたかわかりませんが、そこでね、下地幹雄さん、いろいろレクチャーを受けたらしいんですよね。はい。まあ、簡単に言えば、他の党を、除名されたものをね、はい、そうですかと、迎え入れるわけにはいかない。だから除名ではなくて、せめて、離党にね、処分を、緩和してもらってこいというふうに言われたと、私は聞いております。そして彼はそれを忠実に実行しました。これがそれですね。はい。日本維新の会共同代表、
宛てということでございまして、まあ、上申書。はい、上申書っていうのを、令和2年の12月に、この日本維新の会に提出をしています。まあ、この内容はね、ちょっと字が小さくて見にくいんですけど、簡単に言えば、私は IR で確かにお金を受け取ったが、それはきちんと、返金をしたと。で、私自身、そういった政治資金規正法及び収賄などで警察のね、お世話になってるわけでもありませんと。きちんと私はもうお金も返して、みそぎをね、済ませていますので、除名という処分はあまりにも重すぎます。ですから、それをぜひ離党という形に、はい、離党という形にしていただけませんかということで、日本維新の会に申し入れをしたんですよね。結果どうなったと思います?皆さん。結果。これね、日本維新の会にしてみればですね、はい。自分たちのね、お願いは聞き入れずに議席も返さなかったのに、今度はこんなお願いをしてくるのかということで、維新の会のね、上層部はもうみんなカンカンになったそうです。実はこの文書、私のところに関西から送られてきた文書でございまして、はい、例の維新の関係者ですけど、名前言えません。お前らところこんなのおるんかっていうことで送られてきたのがこれだったんですよ。いやー、それ見て自分本当にね、ちょっと、へえと思ったんですが、まあこれはいわゆる、自民党のね、内部。沖縄県連はね、もうみんな揃ってこの方の副党にノーと言って首振ってるもんですから、沖縄県連じゃもう俺の副党はないと、どうにか本部の方で、やってもらおうっていうことで、自民党本部の方に行って階段登ってったと思うんですが、結果的にこういったレクチャーを受けて維新の方にお願いをしたっていう話です。あくまでも聞いた話ですけどね。でも辻褄はぴったり合うんですよね。まあでも残念ながら、日本維新の会は、下地幹雄さんのその切実なお願いを却下。どっかで聞いたことある言葉ですね。却下。誰かがよく使う言葉なんですが、まあ、却下され、除名のままなんですよね。まあ、口頭とすればね、他党を除名したものをね、はい、そうですかって簡単に迎え入れるわけにはいきません。会社で言えば、これ、懲戒解雇ですよ。皆さんのところでね、前の会社で何かあって懲戒解雇になったものを、そのまんまね、渡りに船で、じゃあうちで雇いますと、やりますか?普通やらないですよ。はい。ですから、懲戒解雇をせめてね、離職。はい。自己都合による退職にしてくれと、お願いをしに行ったのにもかかわらず、断られてしまった。そうですね、セイラさん。なんか、巨人やっちゃったね。あれはどう、なんでしょうかね。はい。まあこういったこともあって、この、はい、維新の会に対してのお願いは聞き届けられなかったということなんですよね。さて、そこで次にこの方が動いた動きっていうのがこれでございます。はい、なんと沖縄県内で自民党員を4800人新規で集めたんです。党費1000万余りということで、これね、ちょっと皆さんこの下の方見えますか?はい。これね、自民党本部に下地幹雄衆議院議員の復党に向けた要請行動を展開。はい、展開し、同党、沖縄県連ですね。沖縄県連を飛び越し、党本部の二階幹事長に、はい。党本部の二階幹事長に、4800人超えの新規党員名簿を提出したということでございましてね。
はい。県内市町村での、選挙協力など党本部に直接自民党への貢献を訴えることで、下地氏の復党への理解を深めたということでございましてね。はい。これ自民党に入党するには、これ誰の紹介かというのをね、書くんですよ。はい。誰の紹介で自民党に入党したのか。その紹介した人がね、結局党員を集めたっていうことになります。さて、その沖縄県連を飛び越えていったっていうことは、その沖縄のね、県連、それに属する議員たちの紹介ではないということです。もしかすると、二階さんに提出してるんで、二階さんの紹介ということで、4800人の党員を集めてね、持ってった可能性があるんですよね。いやー、しかし、ここでも彼は下手を打っています。なぜかと言いますと、沖縄県連を飛び越して直接二階幹事長のところに持っていったっていうのはもう完全にアウト。勇み足です。はい。逆に沖縄県連のね、方に持っていったんだったらまだ良かったんじゃないかと思いますけど、まあ彼が頼りにしているね、方は誰なのか、このニュースでもはっきり見えてきたわけなんですよね。まあですから私先ほどのね、このいわゆる維新に対する、除名処分の撤回、そして、離党へのいわゆる処分の緩和ですね。そのお願いをねやっていった、アドバイスを受けたのはやっぱり、自民党の上の方、この方がお世話になっている、もしくはこれからお世話になることをお約束している方のアドバイスではなかったのかなというふうに私は見ているわけなんですよ。はい。だからこれってね、本当に私、沖縄県連をとことん怒らせることをやってるなっていうふうに、やっぱり見てしまいました。もしね、これ私が思うには、本来であれば、維新からね、除名された時に、潔くバッジを返していれば、これはもう急ぎを受けたということになったと思いますよ。急ぎね。はい。ところが、バッジ返さなかったと。つまり彼は、きちんとしたやっぱり急ぎっていうのを受けていないわけなんですよ。まあ、そんな中で、まあ、県連の方に働きかけて戻りたいんだったら、4800人もね、党員を集めたんであれば、沖縄県連を訪ねて、中川県連会長。はい。前もってね、中川県連会長などに相談をして、自民党のために一生懸命尽くしていきたいと。で、今度4000人余りの党員を新規で、勧誘してくるので、県連の方で引き受けていただけませんかと言うんであれば、沖縄県連としても悪い話ではないので、そうかっていうことで話は聞いてくれたと思います。ところが、はい。沖縄県連を飛び越して、直接、党本部、の二階幹事長のところに出向いたということは、これはね、もう沖縄県連を完全に無視した行動であり、もうさらに沖縄県連がね、彼に対しての、まあ、拒否反応を強めてしまったんじゃないかというふうに私は思っております。さてこの下地幹郎さん。今ね、街中でオレンジ色の街宣車がもうそっちゅう走っています。そっちゅうね。はい。もう出る気満々。でもね、4年前の選挙、思い出してみれば、この1区、ね、選挙区は定数1なのに、いわゆる下地幹郎さんと、国場幸之助さん、この方は自民党なんですけど、まあ、2人出ることによって、で結局票割れをし、まあ、共産党がねうほうほしてしまったわけなんですよ。それをね前回で分かってるはずなのに、もう衆議院選挙あと1ヶ月ぐらいだと思うんですけど、未だにね街宣車走らせて街頭で手を振っているんですよ。
で、本人曰く、もうやる気満々でございます。まあ、実はね、私、この下地幹雄先生に、まあ、届いてほしいっていうことで、彼の近い方と、あるところでお会いをしてですね、この下地幹雄代議士が、今後、やはり、このまま埋もれてしまうにあまりにも惜しいんで、せめてね、きちんとしたみそぎ、けじめをつけて戻れる方法っていうのをね、一つ提案をしました。はい。どういった提案かと言いますと、まず、他党をね、除名された人間を軽々しく受け入れるような、沖縄県連ではないと。で、今まで保守の分裂をね、結果的に招いて、今まで多くのね、当選できる回数、自民党が当選できる機会をね、失わせたと。それにかかったお金もね、もう十数億単位でかかってるでしょうと。そして、いろんな意味で、その対立する自民党候補に対する、様々なスキャンダル、そういったものをね、画策したという話もね、聞こえていますと。まあ、それが本当かどうかわかりませんが、県連やね、1区から4区までの支部長が彼に対して嫌悪感を持っているのはこれ、間違いないと。副党にも反対していると。ならば、今回はですね、もう、出馬することを諦めて、まさに一兵卒です。一兵卒として、自民党候補の当選のために、もう全力を尽くすと。はい。出馬するんじゃないんです。出馬することを諦めて、一兵卒として、この自民党候補、1区は国場さん、2区は宮崎さん、3区は、島地雷子先生、そして4区が、西銘幸三郎さん。ね。やはり、この4区にも彼の支援者っているんですよ。信者みたいな方がね。はい。ですから、そういった人たちを、まさに保守合同ということを一つにまとめて、この沖縄のね、政治の正常化のために、全力を尽くすと。で、その暁に、復党させてくださいと頭を下げれば、これは筋が通るんじゃないのかというふうにね、私は愚心させていただきました。まあその実力者の方は、実は私もボギーさんと同じ考え持ってるんですよと、これは本当に一つのやはり筋が通った話として彼に話をしてみますっていうことで持ち帰っていただいたんですが、結局それも、叶わない。ないっていうような状態になっております。ですから、今後、けじめをつけていないまま、そして県連を飛び越して二階さんに直接アプローチするようなやり方は、沖縄県連からすると、もう絶対に認められない。ですから、もう自分で墓穴を掘ってるとしか思えないんですよね。ですから、今回、衆議院選挙来ますけど、また一区で立候補をして、この、下地幹雄さんの得票と、国場幸之助さんの得票が、ね、二つ合わせた得票が、共産党候補を上回ってるのもかかわらず、共産党が勝つようなことをやれば、もう下地幹雄さんの政治生命は完全に断たれると。はい。完全に断たれると私は見ています。ですから、彼には昔からね、いろいろ、はい、話も聞いてもらったり、お付き合いもあるわけなんです。決して私彼のことを嫌いな政治家ではないんですよ。逆にね、その彼の能力認めてる部分もあります。だからこそ、今回は、ぐっとこらえて一兵卒としてのに下り、自民党候補の当選に全力を尽くす。で、その暁に、まあ、みそぎを済ましたということでね、頭を下げて、自民党への復党願いをね、改めてやるっていうのが、私は筋だと、いうふうに申し出してありますが、どうなんでしょうかね。はい、塩沢さん、来年の参院選で、いや、陽一と対決。いやいや、もう候補者決まってます。はい。もうすべての選挙区で、候補者決まっているんですよ。
まあ誰とは申し上げられませんけど、もう決まってます。全部決まってます。それに下地幹郎さん、これだけじゃなくてね、衆院選だけじゃなくて、県知事選挙でも、そういったことをやってますし、だからこの方を応援してるね、保守、まあ自称保守の経済界の方々は結構ね、いい、素晴らしいメンツが揃ってますけど、まあそういった方々が、ね、この下地幹郎さんの復党と、沖縄の政治の正常化、天秤にかけて、どこを取ってるかというと、どう見ても幹郎さんの方を取っちゃってるんですよね。そうですね、康介さん。これ、仁義ですよ、仁義。今まで散々迷惑をかけたんだから。ね。すぐ、もう、戻して次の選挙へっていう、そういうエスカレーターようなことじゃなくて、まずは、みそぎを受けるっていうこと必要だと思うんですよ。それ知らないのかなと、この経済界の方々。ね、保守合同目指すなんて言ってますけど、やってることは保守を分裂することをやっちゃってるんですよね。これじゃいつまで経っても沖縄の政治は変わらない。漁夫の利で、ね、オール沖縄共産党がゲラゲラ笑うっていうことをまた招くことになると思います。だから本当に私この経済界の方々に言いたい。ね。下地幹郎という一人の政治家の政治生命を取るのか、それとも沖縄の政治の正常化というね、大義を取るのか、どっち取るんですかと皆さんっていうふうにね、私言いたいんですよ。まあだから今回、下地幹郎さん、本当に県連を遅らすことばっかりやっててね、また県連の方に戻してくださいっていうことで、まあ今から5日ぐらい前にまた申し入れしたらしいんですけど、誰も聞く耳持たないと思いますよ。はい。それともギリギリなって降りるから何らかの条件を出すのかな？いやー、そんなことしたら本当に私ね、旧態依然の政治から何も抜け出せないと思っておりますが、まあ現職のね、比例復活の国間幸之助さん、彼が出ようが、出まいが、ね、私には関係ないと。とにかく全力でね、全力で戦いますっていうことをおっしゃってましたんで、まあそこのところの覚悟はあっぱれだなと思いますが、まあこのままだとまたね、保守分裂になって、また共産党が笑うという、ね、悪夢がまた繰り返される。そうなればね、この4年間、共産党の議席が存続し、そしてね、多くの沖縄の、へのメリットが失われ、そして沖縄県連、国場さんとしても巨額なね、選挙費用が無駄になるということでございましてね。はい、もう少し大義に準じていただきたい。そしてね、ぜひとも政治の世界の仁義をね、やはり通してほしいと。仁義切っていただきたいと。そういうふうに思います。しかしすごいですね。4800人。党費1000万余り。本当に本人が出したんですかね。それとも、そういった経済界のね、お偉方が会社から出したんかな。これちょっとわかんないですけど、ね。はい。ということでね、今日のボギーチャンネル、ちょっと沖縄のお話をさせていただきましたが、政治の世界の仁義、県連飛び越し、二階へ上がるということでございまして、それって県連に対する仁義切ったことになるのかなと私は非常に疑問に思っております。ということで、本日のボギーチャンネル、これにて終了させていただきます。また今日のね、沖縄の声も、美咲ちゃんと思いっきり吠えましたけど、いかがだったですかね。はい。今日も中佐、YouTube、プレミア公開、今日ありますよね。はい。プレミア公開。あれ、またあったリンク載っけ取ってください。はい。23時からに、YouTube のプレミア公開があるということで、また皆さん、お時間のある方は遊びに来ていただきたいと思います。今日は喉飴なめなめでね、結構調子、喉の調子がいい、ボギーテドコンがお送りいたしました。時間ちょっとオーバーしましたけどね、沖縄の、いわゆる選挙情勢、はい、仁義を、貫くか、
貫かずかというね、そういったお話をさせていただきましたが、ぜひ参考になればなと思っております。では皆さん、明日の夜、また午後9時からお会いしたいと思います。ありがとうございました。